えー、ある男性から聞いた話です。彼の家には1匹の猫がいた。白と黒のプチ猫でもら、生まれてきたばかりの馬もらってきたものだったんです。で、うちに来客があると、撫でてほしいかなのように、お客さんの足元に絡みついて、家の人にはもう一回もひっかいたり、いたずらなんかしたことを、もう手をかけることがなかった。でも 一つだけ困った癖があって、まあ多分こういう癖猫飼ってる人多分あるあるだと思うんですけど、外で捕ってきた虫とかネズミとかトカゲとかをこう家の人にほらってこう自慢するみたいにこう得意そうにこう見せつけに来るっていう猫いますよね。まあそういう猫だったんですね。で、彼がまあ小学生の頃からいた猫もどんどん大きくなってきて、高校生になる頃にはもう抱えるのが重くなるほどのこういわゆるデブ猫に育ったんですって。 大学生になると猫はちょっとずつ衰えていっただんだんと反応が鈍くなって食欲がなくなっていったある日彼は猫が庭のとこにぼーっと佇んでるのを見つけたで彼が近づくと猫はこっちに気づいてゆっくり立ち上がったそして彼から遠ざかるようにゆっくり歩き出す と、立ち止まって、彼の方を振り返る。彼が近づくとまた歩き出して立ち止まって彼の方を振り返る何だろうこんなこと今までしたことない猫は花壇の上まで歩くとペタンと座って前足だけでこうお尻をつけたまあ、いわゆるこう、お座りの格好ですね犬でいうでそのままズリ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 って動くんです 動くんですけどそれがこうその場で円を描くようにちっちゃい範囲をそのままぐる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 回る何してんだろうしばらく右回りにぐる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 回るとすっと猫が立ち上がって彼の方を見てなんだか満足そうにその場から立ち去るそれがこの猫を見た最後だったそうです 猫は死ぬ最後を見せないって言うけど、本当だな。そう言ってました。次の春、母親が庭の,か庭の花壇に花を植えるのを彼は手伝ってた。シャベルを使って土を掘ってると、何かにコツンってぶつかった。石だと思ったそれは、ちっちゃく汚れたゴムボールだった。去年いなくなった猫は、ちっちゃい頃によく遊んでたボールだった。 いつの間になかなくななってたなここに埋まってたのか去年猫が不思議な行動を取ったところまさにそこだったんです彼はそのボールをきれいに洗って部屋の棚の上に飾ったその日夢を見たそうですその猫が猫用缶詰を抱えてボールの前にドンと置く そんな夢だった猫は2本足であるってドンと置いた瞬間にああ、はぁーって息を吐いて彼の方を見た後にニヤッと笑ったように見えた目が覚めてあああの猫らしいなそう思って缶詰を早速そのボールの前に備えた死んだらボールを取り出して自分だと思ってほしいっていうことを言い残したかったんじゃないかなそう言ってました 時折締め切った風のない部屋の中で一人でにボールが棚から転がり落ちてしばらくの間部屋の中を転がり続けることがあるんだそうですしばらく転がり続けるとピタッと動きを止める今でもボールで遊んでんじゃないかな彼はそう言ってました、えー、遺言という話です